った、よかったです。すごい本当ですか、久しぶりやな、こんな手が。あ楽になります。そうですね、なりました、よかったです。全体的に疲れてると思うんですけど、やっぱり上半身の方がすごい感じしますね。あ、まじか。腕とか首とかやっぱり上の方に使われてますもんね、はい、体もやっぱりちょっと下川さんやっぱ体、肩とか大きいんですよね、うん、上の方にやっぱり結構いいんですかね、ウエイトが来てるというか、筋肉もついてるし、骨格も結構大きめにできてるので。これ硬いですね。ここ。ここ痛いですよね。それはね。ガチガチ。きく。やっぱ胸板も熱いですもんね。そうですか。うん、ありますよこれは。いや僕もう胸板が嫌いでね。え、嫌いなんですか？わかんないもんですね。で洋服がなんか似合わないじゃないですか。あ、厚いと？うん。そうですかね。なんか似合うというかね、変にムキってしてるのが、うんうん、いや僕昔もっとすごかったんですよ。あ、もっと。だから、はいはいはい、その胸筋のつかない運動をね、はいはいはい、するようにもうここは数年は心がけてるんですよね。はぁ、嫌なんですよ。確かにこれよりあったら本当にもうパンパンな感じですもんね。まず胸に目がいっちゃうぐらいありそう、うん、だから30代までの時はほんまに T シャツ着たらもう、うんね、うんうんうん、おっぱいボヨンやと。あムッチムチだよ。あ、すごい嫌でね。あ、じゃあ本当巨乳の人の悩みみたいな感じですね。みんなが胸を見るのよみたいな。そう、それがね。服が似合わないのよみたいな。みんなが触ってくるようなね。あ、あ、やりたくなっちゃうんですね。嫌だったんだ。いや、若い頃良かった、良かったでしょ。はい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 。30過ぎてだんだん、うんうん、なんかこれ嫌やな。細マッチョがいいなってなってきて。あ、そうなんですね。ゴリマッチョがもう嫌になってきて、うん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 、へえ、そうなんだ。なんか自慢のパーツかと思いましたよ。いやいや、別に筋肉を大きくしたいっていうわけはじゃないんですよね、今はね。あ、そうなんですね。でもやっぱこうかなり大きくしてだったから、うん、こう多少今年とってもずっとある、まあ、ある程度やっぱり一般の人よりは大きいままって感じになってるんですかね。ねえ、うん、もう言うたら筋トレなんか中学校から本格的にやっとったから。ああ、
だから今でもね、ちょっとやったらすぐモコってなるんですよ、はいはいはい、おお、そうなんですか、すごい、すぐつきやすいんですよね、筋肉がね、かっこいいじゃないですか、かっこいいんですけど、かっこいいと思いますけどね、細マッチョね、目指せるんでね、細マッチョっていうと確かに、まあやっぱりね、胸あんまないですよね、そうでしょ、うん、引き締まってね、うん、ちょっと言うたらほんま水谷さんみたいなのがいいですよ、ああ、かっこいいじゃないですか、確かに、あのスーツ姿が超かっこよかったです、かっこいいでしょ、はい、そうなんです、細身でね、なんかこう似合いますよね、黒でこうシュッとしてるのが、あの人首も長いでしょ、長い、お顔も小さいですよね、そうなんですよ、僕首太いし短いしってね、顔でかいしみたいな、もともとがもう違うから無理なんですけど、はい、でもトモあれですよね、タイガさんは下川さんみたいな感じ憧れてんじゃないですかね、いやどうなんでしょういやなんか、いややっぱあの方はいいよねって言ってましたよ、チンチクリンやないって言ってますよ、いや、本当ですか、絶対言わないですよそんな、タイガさんチンチクリンの釣り目やないいや、言わないと思いますけどあの人は優しいからね、優しいからね、しかもチンチクリンでもないじゃないですか、そこそこありますよね、170ぐらいなんですよね、170ですね、うんうん、だから別に小さくもないし、これね、実はね、はい、僕もうちょっと本当は身長あと5センチぐらい伸びるはずやったんですよ、なんですか、そうなんですか、うん、いつどうして伸びなくなっちゃったんですか、筋トレしすぎたんですよね、ああ、筋肉に回っちゃって身長いかなかったってことですか、いや、若い頃に筋トレしすぎると、止まるの、はい、伸びにくくなります、あ、そうなんすか、で、だからね、今のそのスポーツトレーナーでもそうなんですけど、指導の仕方っていうのは、やっぱり二十歳ぐらいになるまではね、あんまり筋トレはささないと思いますよ、へえ、僕も14歳ぐらいからアホみたいになります、だからね、男3人兄弟でしょ、はい、で、一番下がデカなるじゃないですか、はい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 、で、次、次男、で、長男が小さくなる、うんうん、傾向にあると思うんですけど、うんうんうん、僕ダントツ低いんですよ、あ、そうなんですか、じゃあもう絶対それ筋トレやりすぎですね、でしょあ、他の2人は、上の2人はやってなかったってことなんですね、やってないですね、うん、弟いっちゃんでかくて、うん、あ、そこに上じゃなくて上の方と下の方と、はい、はい、あ、弟が一番大きいんですか、大きいですね、うん、何センチあるんですか、何センチなんやろ、まあでかい言うても76、7ぐらい、あ、でも全然高めですよね、普通にですよね、うん、で、それのちょっと下に兄貴がおって、で、僕は170度一気にグンと下に、ああ、そうというね、やっぱそういうのって並んだ時とか、うん、クソっていう感じありますか、ちょっと悔しいみたいな、うん、せめてあと5センチ欲しかったですよね、ああ、そうなんですね、やっぱりまあ170って小さいじゃないですか、あの、ケンさんとか水谷さんが高いから、うん、あの並ぶと小さく見えちゃうんですよね、見えますね、うん、あの2人は180ぐらいあるから、いやでも私、あの下川さんも高かったら、うん、私がめっちゃ本当に猿の子みたいにチンチクリに見えると思うんであのその身長でよかったですはい、4人集まった時はさんがちょっとヒール履いたらね、もう並ぶしね、僕とね、あ、そうなんですか、じゃあお嫁さん結構背高めなんですね、女性の中では高いかな、65ぐらい、いや、結構高めですよ、それ、うん、だって平均多分157ぐらいですよ、あ、こんな大きいんですね、うん、大きめだと思いますね、奥さんってどんな方なんですか、どんな方、うん、浜松の人です、浜松の人、チャキチャキって感じですか、チャキチャキ浜松のイメージ、うなぎ、うなぎしか、はい、ですね、頭に浜松うなぎっていうその図式のみが浜松の女性がどういう気象の人とかわかんないです、うん、ね、
気性は荒くないですね。穏やか。うん。はい、だから。そう。控えめの方ですね。あ、おとなしい方なんですね。そうですね。あ、やっぱちょっと対照的になるんですかね。なるほど。控えめ。自分からはいかないですね。あ、落ち着いた方なんですね。よく言えばそうかな。うんうん。人前に出たがらない。YouTube には絶対出ない。あ、そうなんですね。確かに一度もないですね。お子さんが映ることはあっても。恥ずかしがり屋さんなんですか？そうですね。そうなんですね。でも女性は そういう人がいいじゃないですか？あまりバンバン前に出る人よりもつつましやかな。私はそういう女性の方が好ましいと思います。どうですか、なんかちょっと痛いのが痛いのがもう一番ですかね。痛い。すみません、私なんかちょっときつめなんで。いえ。お腹が空いてきました。ああ、それはいいことですね。お腹が動いたんですね。さっきからすごい動いてるもん。ああ、よかったよかった。すみません。大腸系もありますからね。あ、そうですね。はい。腸の動きもね、良くなるはずですよ、これで。手のマッサージっていうのは。昼ご飯がうまそうやな。あ、いいですね。ご飯がね、美味しく食べれますよね。そう、でも下川さん、指輪してないんですね、結婚指輪は。はい。やっぱ邪魔になっちゃいますか？邪魔ですね。何にするにしても、うーん、グラス持ってもカチンよでしょ。あー、そっか、言いますね。あれが嫌でね。結婚してから、はい、ほとんどつけないですね。そう、指輪ってやっぱ意外と気になりますよね。こう手使う仕事だと特に。でしょ。痛いと思うんですけど、ちょっと広げていいですか。そう、肩関節は硬いんですよ。今ゴキって言ってましたね。やり投げやってる時にこのストレッチしてほしかったな。ああ。可動域が広がります。うん、広がります。あ、結構手首の方も込みでちょっと硬さが。そうですよね。だからそのね、やってる時にね、それ一つすごい課題やったんですよ。ああ。記録にすごい関わってくるから。うんうんうん、ああ、そこですよね。動き悪いとね。そうですよね。伸びが悪くなりますもんね。首の動きも良くなりますからね、やったことね。あ、ね、ちょっと左より右の方が肩がね、前に入ってますね。痛いは痛いと思うんですけど、ちょっと範囲広がると思うんですね。あ、そうでもないな。そうでもなかった。こっち
そうか、大ですね。大丈夫ですか。コースが強いな。嫁にやってもらう。やってもらってください。肘と手首と肩が。すごい。はいはいはい。ああ、気持ちよかったですか。よかったよかった。どうですか。男前になったじゃないですかね。ますます。やったぜ。それだけでも甲斐があった。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。いかがですか。オイルコースを、はいはい、腕とか背中とか、はいね、90分やらせていただいたんですけれども、いやもうまず気持ちいいですよね、はい、そして効きました。あ、よかったです。で今めちゃくちゃ体感できてます。ほんまに軽くなって、おいいですね。お来ます。また来月も来ます。やった、ありがとうございます。お母さん、そう、来た方がいいですよ、皆さん、はい、皆さんも来てください。海外からも来てください。 ありがとうございます、ね、はい、また来てくださるということなので、本当すっきりしました、はい、よかったです。お疲れ様でした、はい、ありがとうございます。